前回のカズクラ、最近よくエンドに行くんだけど、なんか道のりが複雑だ。よし、わかった。これは頑張って長距離の電車を作ってみよう。そんなわけで頑張って作った結果がこれ。これで気軽にエンダードラゴン倒しに行けるようになりました。はい、どうもこんばんは、カズクラでございます。いやー、できたね、電車ね。ただね、電車乗るのに、ここ下下ってさ、こっちまで行く？いや、結構これね、面倒だよな。いや、これもまたね、ちょっと地上から行ける感じの考えないといけませんね。まあ、そんでですね、最近濃いめのカズクラと有名なんですけども、コメント見るとですね、やっぱ来るんだろうなって思ってました、これ。濃いくらより薄くらの方が良かったと思う人、グッド。195。いや、これ裏作業とかしてね、いろいろね、濃くしすぎるのも問題だよな。またこれからもね、そこら辺の調整はね、うまいこといきたいなと思います。ではね、どうしよう。せっかく前作ったやつも乗っていきたいしね、いろいろ悩むところだな。ちょっと待って。今ね、お魚さんがね、ちょっと持ってくるの忘れてないんだけども、あ、こうパン屋あるからね、うちの方にはね。ちょっとパン屋で、ご飯の方ちょっと調達していきたいなと思います。ここもね、やっぱ左右違うの、なんか嫌だな。ここなんとかしておかないと。前より増えてるかな？前16とかそんなもんだったけど、私がなんか色々してる間に増えてないもんね、ここね。どうだ？ 20 とか言ってたり、あ、してないね。まだ増えておりません。ほな、半分だけちょっといただいていきましょう。ほな、この前の電車もちょっと乗っていこうかなーっていうか、あったトロッコありましたね。ここ途中から入れますんで、行きましょう。さあ、ではですね、こちらの方からスタートしていきたいなと思います。ここもね、ちゃんと繋げましたよ。ではね、レッツゴー。はい、ここら辺もですね、もう難なくクリアでございますよ。いや、素晴らしい光景が広がってるな。ただね、ここら辺ね、全然まだ未開拓の土地もあるから、また将来的にもなんかいろんな建築物増やしていきたいよなぁ。やべ、なんかある。なんかありますわ。どうなってんだ。これ完全に邪魔なやつだよな。よいしょ。あ、やばい。どっか行っちゃいましたね。ではちょっとエンドの世界に行きましょうか。ここにペットさんもいるんですけどね。ペットさんは？今日ペット出てこない感じ？な、参りまーす。ぽい。いや、どうもこんばんはでございます。うまい。突然うまい。さあ、ではですね、実はこっちの方ね、またちょっと脇つぶしの方いたしまして、エンダーマンさらにね、出現しにくくなったよな。あ、ほんで、また、あれもね、パワーアップさせたんでございますよ。ちょっと待ってね。せっかく来たから、またワッキーもちょっとやっとこうかね、これね。よーし、こんなもんでございましょうか。あ、さあ、ではですね、さらに効率化された場所もちょっと覗いてみますか。ちなみにあれね、ただのマンパワー。超大変なんだから、あれ作るの。ぽい。さあ、では行きましょう。いやー、実にね、すごい高級。あ、何マス分ぐらいなんだろうね。10層近く作る。10層も行ってないかなー。さあ、来るかな、皆さんね。わあ、来た。どうだ。あ、落ちてきております。あ、すごい。いっぱい来たわ。ほな、ちょっとしばらくね、待ちましょう。さ、わさわさ溜まりましたね。こんなもんでしょうか。てか、上の方にちょっとね、歩いちゃう系、ガラスの上ね、あるから、ここもちょっと対策必要だな。じゃあ、武器を変えまして、この一撃 KO だと思うんですけども、端から行きましょう。せーの、ほい。力が。危ない。今みたいに視点変更するとやられるからね。ちょっと気をつけていきましょう。よし。こんなもんでいいかな、もう。もう帰ろう。よいしょ。バイバーイ。よいしょ。さあ、ではですね、帰りましょう。村の方にね。本日はですね、いろいろね、試したいことがあるんでございますね。よいしょ。今、ベッドが存在しないか、あるいは塞がれてる。よくあるんだ。あ、まずまず、夜。あ、偶然ベッド。ぽい。あー、よく寝た。てか、初期リスポーン地点もね、なんかちょっとした工夫するとね、より良いものにはなりそうなんだけどな。ちょっと、まだ検討しとこう。あ、なんか談合しておりますね、なんかここでね。よいしょ。あ、
これで移動すればよかったんだ。ぽい。おーおーおー、いいね、いいね。ちょっとダメージ食らっちゃうけど。あ、これ、こっちの方がいいじゃん。いいじゃん、こっちの方が。おーおーおー、いいね、いいね。ただ、調子乗りすぎると行くな、これ。あ、食料もないわ、なんか。ちょっとまた食料取りに行ってこよう、お魚屋さんでもね。さあ、まだね、ここにも食料が余ってる、あ、余ってるよね。久々のベイクドポテトね、これも持っておきましょう。さあ、今現在ですね、私、悩んでるんですよ。この村ね、多分ね、不要なものがね、いっぱいあるんじゃないのかなとね。またね、ちょっと壊す会も作ろうと思ってるんですけども、実はですね、これ。なんかいろいろね、壊してくれっていうのもあるけど、気に入ってるもんもあるからね。ほら、これわかる？実はね、これ、はい。温泉の上の屋根、破壊いたしました。いやー、もうこれ変な場所にあるからね、ここにね、大きなものが建てれない？あとね、この教会の横のとこね、これがあることで左右対称じゃなくなって、また、ここのスペースに何にも建てれなくなったりね。いや、今回ケーキ漬けになんか1個ぐらい壊しとこっかな。ああ、じゃあこれだけ壊しておきましょう。ね。これ何だったっけ？はい、正解です。トナカイですね、これね。ほな、ちょっとトナカイ破壊します。ごめんよ、トナカイ。今までありがとうな。また冬になったらね、戻すから。うん。はい、そして本日はですね、そうなんで、実はね、リベンジ戦でございます。ね、ちょっとマンションまで歩いていきまして、いや、これ実はでございますね、これジャンプ台でさ、屋上まで一気に飛び上がるシステムだったんですけども、はい、全ロスいたしました。ただね、素晴らしいアドバイスが来まして、これですね、爆発耐性つけてやって。あ、そういうことなるか。これ爆発耐性をつけてやれってことだったのかな。多分前帽子だけ多分ついてた状態だったんだけど、1秒も持たなかった。一瞬で行きました。というわけで本日はね、そうですよ。爆発耐性のやつでございますね。ほんでですね、このカズクラをね、長く見ている方は知ってると思うんですけども、あるんですよ。伝説の武器がね。ボーンか。ちょっと行きましょう。以前ですね、対ウィザー専用にものすごいものを作ったんですけども、こん中のですね、あった。これだ、ダイヤのヘルメット。あ、しかもそうだ。収録中に修繕付けようと思ったんだけど、間違えて修繕付けだった。これと、ほら、爆発耐性。ほんで、こっちも爆発耐性なんですけども、このズボンだけ、もう爆発耐性マックスまでついちゃってるよっていうことでダメージ権限をつけてみました。経験値いけんのか、あ、やべ、恥ずかしい、ぽい。回復させないとまずそうだね。TNT でさ、もし耐えれても、これ破壊されたら元も子もないからね。ではね、どこだったっけな。ちょっと下のね、ゾンビーハウスの方行って、ちょっとね、回復させてみましょう、これ。さあ、ここでね、迎え撃ちたい気持ちなんですけども、ここ、こうして上がれなくしてやるか。ちなみに今、頭はね、65。あ、来た。じゃあ、参りますよ。よいしょ。65からの、あ、回復した。あ、完璧じゃないか、これ。てか、これ、エンダーマン行く前にこれやっとけばよかった。なんて、ま、順番が逆だよ、もう、ごめんね、ぽい。67からの82。よし、もう100までちょっと頑張ってきます。よーし、110までいった。もう一撃で行くことはないでしょ、これで。さあ、帰りましょう、もう。あ、まずい、夜だ。ぽい。あー、よく寝た。さあ、いざ決戦だな。ただな、心配なんだ。もう二度とあんな悲しい思いはしたくない。というわけで、高橋候補、小野田候補、そして富池都候補、この名字だけは預からせていただく。ではこの状態で、TNT を持っていきましょう。さあ、実験所の方にやってまいりました。ただね、前のことがあるので、やっぱ村人さんには致死量をね、食らう可能性があるので、ちょっとここら辺はね、来ないようにちょっとね、バリケード張っておきましょう。よし、偉いぞ。ではね、行きましょう。あ、そんでまだアドバイスあったんだね。これだね。前ダイヤ装備してれば死ななかったんじゃね。というわけで、今回の生きておりますね。カズさん、今回は神回ですね。いや、違うだろって、全ロスしてるだろって、神回のはずねえよ。違う。これだよ、これ。やり方が全然違う。中心に来るようにして、やらないといくか、なるほどな。そっか、これ水流の流れもちょっと間違いがあったのかもしんないな。ちょっとね、この、
中央からの流れを外側にね持っていくといいのかな、これ。よいしょ、あ、綺麗になった。どうすればいいんだろう。これをつけて壊すといい感じに中央向きの水流が出来上がるのかな、これ。あ、すんごい綺麗な水流になったわ。ただこの前外側に押しやられてた分もあるから、どうなんだろう、ちゃんと動くかどうかも怪しいんだけどね。まあとりあえず一個ずつちょっとセットしていきましょう。あ、だ、ていうか全然足りてねえじゃねえかよ。ちょっとまだ持ってくるわ。ちょっとさて、ちょっとチェックでございますね。よーし、オッケー。あとはね、これを水中ではなく上側の方にね、こうやって置いとくとつくかな。火つくかどうかちょっと忘れちゃったな、こっちの方からね。まあでも試してみましょう、これ。よし、できたな。いい絵だな。さあ、頑張るとするか。ではね、このクリーンな映像で飛んでいきましょう。では参ります。いけ。あ、下だけだった。まあ、いっか。いけるか。あ、お、ただいま。やべ。今、結構体力落ちてたのかな、あの高さから。もったいない。おー、落ちてる。回収。すべて回収。あー、よかった。とりあえず、ダイヤ装備だけでも揃えば損でいいんですよ。ちゃんと全種類ありますね。あ、よかったー。はい、じゃあまあ本日はですね、こんな感じで終わりたいなと思います。とりあえずはね、成功でございましたね。ただあれだけでも、飛びすぎたってことは、あれ全部爆発したらどんなことになってたんだろう。上まで行きすぎても見えなくなっちゃうとか、そんなことあんのかな？いや、でもね、これ防具さえしっかりしてればね、このエレベーター使えることが分かったので、またなんかいいことに使えそうだよな。いや、またこれからもですね、建築頑張っていきたいなと思います。またなんかね、この TNT 使ったね、面白い技などあったらちょっと教えてくださいませ。それでは本日はこんなところで、また次回皆さんお会いしましょう。バイバイ、バイバイキーン。